どうもおはようございます。今日も浦安橋付近にやってきまして、いつものね散歩のワンちゃんなんかとすれ違う感じで、とっても気分がいいです。かわいい柴犬くんが会いました。早速ちょっと今日もスピーディーに行きたいと思います。いや水温計の前に忘れちゃうから、日付の方をお送りさせていただきたいと思います。4月12日4時47分99ですね、心拍数は。最近ちょっと7時台に始められてるんで、まあまあいい感じかなと思っております。で、濁りじゃなくて水温計見ていきます。今日もラテオです。ラテオ水温計です。ラテオで水温計が釣れましたと。お、ちょっと上がって14度ですね。14度に一度上がりました。もっともっと上がってもらわないと困る。よし。でちょっとね、もっと早く来たんですけど、あのねリグってました。あ、その前にちょっと濁りを見てもらいます。濁り具合はこんな感じです。今日もねこのシャローのところに来てるから、あの曲がりっていうかここに来たんで、こんな感じです。悪い濁りじゃないと思います。僕的には結構好きな濁り方してます。だいたい50、60センチぐらいでちょっと見えなくなってくるかなっていう感じですね、その岩の深さが。でちょっとパチャパチャやってたんですよね、この辺とかでチャポッチャポッて。だからもしかしたらマイクロ食べてくれてるのかわからないんですが、とりあえずこれアラバマ、これをリグってました。でもジグヘッドの方向とかもちょっとね選んでらんなかったんで、適当につけて、パワーシャットですね、違うグラスミノーの L を頭落としてつけてます。でこれ 3.5g のジグヘッドですね。で元々のこいつが 15g ぐらいある、リグです。リグじゃなくてあのヘッドですね。うわそこでもやったな。これをちょっとねやっていきます。すげえやってるけど、水面で一撃で食ったりして、重たっ、超重い、水流が半端ない。この損傷してる左腕に厳しい、相当。でもですね、なんかすごいんですよ、あのライズが、ドルフィンライズが勝手に命名しちゃいましたけど、ちょぽっとねドルフィンしてますね。あれやってみようかな、シリテンバイブ、これはこれでいいんでしょうけど、ちょっとね流れが強すぎて浮いちゃうんですよね。ブレードはいい感じ。見えますかね、多分見えると思います。こういう感じで泳いでるの見えますか。こうやってブレードが4つついてるんですよ。で、まあ、ワームが5匹ついてると、だからこうね、ちっちゃい魚の群れっていう感じですよね。ちょっとね俺左肩が痛い、左腕が本当痛いんですよ、しつこいですけど。だからちょっともう一頭やって、あれに変えます、マドレスのバイブ、シリコンバイブ。うわいいけど、いいけどちょっと待って、今は違う気がする。まあ一応こういうのもありますよっていう、あのね存在は知ってましたけど、シーバスにもどうですかって、いいんじゃないでしょうかって、あのねコメントいただいたんで、ちょっとこれはまた違う時に出番出します。どうやってしまうんだろう、これ専用のケースが必要ですね。シリテン
どこ行った、マドネスのバイブレーション、 あ、これじゃない、これか、あった、これをやっていきます。シリテンバイブ43ですね、これでいきます。これはね、多分そこまで入手しにくくはない、普通に売ってると思います。僕はね、一応ちなみに浦安の上州屋さんで買いましたけど、こういう引っかかり、あ、取れた、柔らか、うわ、あー、でもこれはさすがにあのブレードと違ってちょっとはあれですね、曲がるけど、曲がるんですが、曲がる、ちょっとは曲がるけど、全部じゃなくて中にやっぱ芯が入ってる感じですね。もしかしたらそのワイヤーが入っててそれが硬いのか、ちょっとへこんだりはします。かなりペコペコとちょっとだけ曲がります。はい、やっていきたいと思います。フックはやっぱちょっとね、弱め、やはりこのボディだからしょうがないけど、はい、やります。何回かね、ライズしてるんで、はい、ぶつけた、ドルフィンライズ攻略、小気味いい感じのプルプル感はちゃんとあります。プル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 ってすごい細かい連続のバイブレーションがしております。あ、違うな、これなんか濃いみたいのはぬぼーってやってるだけかな。ぬーんって 出たのが見えましたね、今。どうなんだろう、補色なのか、ただのそういうこの時期特有の行動なのか、ちょっと分かんないな。でもね、ちょっと分からないから、そこまでマイクロベイトなんかの一生懸命攻略しようと思ったこともないんで、ちょっとね、やるしかないですよね。そうですね、昨日視聴者さんからアドバイスというかご指摘いただいたんですけど、誰の動画でもそうなのかもしれないですけど、こう右上の方に CC って書いてあるんですかね、こうに日本語訳、下にこう訳が出てくる、今僕がこう喋っておりますけどもって言ったら、下にこう僕が今喋っておりますけどもってこう、ね、勝手に YouTube 側が訳してくれる機能があるんですよね。字幕が出てくれる。それ聞いてるとやっぱ僕相当滑舌悪いっていうか、皆さんのね、心にちゃんと僕の言葉が伝わってるのかって心配になってしまうぐらい、何言ってるかよくわからないような感じで訳されちゃうんで、それがね、ちょっと確かに面白いっちゃ面白いんですよね。自分でもちょっと笑っちゃいましたもんね。今例えばですけど今これ船の波がちょっとこう来ておりますのでとかって言ってる時に、訳された時が、今船の波がヤクルトで来てますとか、ヤクルトってなんだよって思ったりして、ちょっとヤクルトでちょっとね、吹いちゃいました僕、あまりのパワーワードすぎて。釣りにヤクルト全く関係ないんで、まさかね、釣りの動画でヤクルトっていう言葉が出てくると思わなくて、全部見たわけじゃないですけど、パッと見た中でヤクルトちょっとやられましたね。ぜひ皆さんも訳してみてください、字幕付きで2倍楽しめる。あー、やってるね、なんかやってるけど食ってんじゃないのかな。すまんですって感じですよね。
私ちょっとねバクリースピン、どうだろう、バクリースピン、これも十分マイクロベイトパターンの代表格だと思うんですが、すげえことになってるな、これ。うわっと、ちょっと映した方がいいかもしれないですね、その現象を。多分食ってるんじゃないと思います、断定はできないですけど。ほら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 、あんだけ定期的に映ってくれるんだったら映してもか いいかなと。価値はあります。そこら辺、ここら辺でパションってやるんですよ。それちょっと見ててください。そこを僕が狙っていくんで、多分ね食べてるのではないと思います。そういうボラでいう連続ジャンプみたいな感じで、そういう生態なのかな、この時期特有の。その体についている寄生虫を落とすとか、なんかね、そういう行動なんでしょう。そんなに定期的にその場所にマイクロベイトが流れてくるとも思いにくいですしね。ただまあ、このルアー自体で、まあ、生後や復興さんとかがもしマイクロベイト食ってたとしたら、それには、ちゃんと決まっ、はまってくれるとは思うんですけど。ってやってると、反応しなくなるんだよな。反応というか、出なくなるんですよね。そういうもんですよね。今ね、ちょうど光が出てきたんで見てみますかね、この動き、バクリーさんの。見えるかな、光っちゃって見えないですかね。こういう感じでキラ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 ーって、ね、ちゃんとブレードがシリコンなんですが、一応ね、ちゃんと動くんですよ。動くっていうか、光るんですよね。まあ、金属よりかは弱いですけど、でもそれでもね、全然、いい感じでキラキラします。ね、どうしようかな。本当は僕の中では、ここって結構、その、航路までが届くんですよね。東京側のくせに。東京側のくせにっていうか、東京側の割には。こっちとかも。川幅が急に狭くなるから、航路まで結構届くんですよ。だからジョルティとか遠投してそこの方を探ってこようかなと思ったんですけど、やっぱここに来ちゃうとね、ここの流れのね、ここの払い出しっていうか、これを狙いたくなっちゃうのはどうしてもありますよね。ということで続、やべ、音声何分だよ、13分。とりあえず今はこれですね、バクリーのギルの 6g でやりました。バシバシ変えていきます。次はどうしよう、アサシンでもいいんだけど、普通に鉄板にしてみます。鉄板か、鉄板にしたところでな、迷うなぁ。ジョルティ行きます。ジョルティ、今ね話にも出たジョルティで、まあ、ちょっとねスレがかり拾っちゃいやすいんですけどね、特に黒鯛を2連続で黒鯛拾ってるから。浦安サイドでも拾いましたしね、黒鯛ハンタージョルティ、これ 15g ですね。 15g の結構比較的ナチュラルな色です。ジョルティはね、あんまり魅力的な色がちょっと弱いかなっていう、僕の中では思うところではあります。
もうちょっとラメを大きくしてキラッキラッとして、コアマンみたいな色の方がいいかな。あとはマーズとかのやつもいいですよね。あれなんかくっついたか、くっついてないか。多分この子の方が VJ よりもかなりこう振れがこうブルン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 と大きいんじゃないですか。だから波動が強いっていうんですかね、波動が強い。だからそれが日中偽物ってバレるのか、逆に寄せる力がこうそうしていいのか、夜向きのワームなのか、そんなこといちいち難しく考えないで使えばいいんですよなのか分からんところではありますが、あ、ちょっとやばいな、擦り出した。あ、なんかこれ曲がっちゃってるな、ワームが。ほら最悪だ。今日は僕の下流側にアングラさんがお二方いらっしゃった、お二方ですね、お二方いらっしゃいますね。見える範囲では浮き投げます。おりゃ、これで多分ほぼ真ん中まで届いてるんですよね。最初は着水してすぐ巻いてきます。VJ16 が欲しい。うわー、やっぱ濃いだ、濃いですね。シーバスではないです、全然。やっぱ惑わされない方がいいな。実際今日手前通してもあんまりピチピチっと逃げる感じしないんですよね、そのマイクロさんが。早めに巻いて、食わねえかな。あ、また犬が来た。犬好きなんですけど、僕犬好きなんですけど、人生でね結構噛まれてきてるんで、飼い犬にもガチガミされてるんで、結構あれなんですよ、トラウマがあるんですよ。キャバリア買ってたんですけど、あれは寮かな。お、すげえ、フリスビー取った。ちょっとね、やっぱ今日ここに来た理由は、ここの岩の変化と、あとはあれですよね、ここのね、さっき言ったけど沖に航路が比較的届くと、東京側の割には。だからね、こっちを選んだんですけど、
竿の球の曲がり方が弱いというか、まあ、しやすいというか、曲がりやすくて、ウェーディングしてて10フィートの竿でランディングしようと思ったら、めちゃくちゃ竿先長すぎて近くに寄せるのに竿先がギュンって曲がっちゃうじゃないですか、 J 型に。それが短ければ6フィートだったらそんなに曲がらず、この C カール C の曲がり方でこう寄せれると思うんですよね、ウェーディングの時に自分のたもとへ。それと同じでやっぱちょっとでも短い方がランディングは楽なんですが、で急に突っ込まれた時に岩をこうかわす時とかのね、そういう長さも十分ありますしね、球さんが自分の中では気に入ってます。で、あ、マイクロいた。あのちょっとパリパリ感がやっぱシマノの方が強くて、この子の方がちょっとだけ粘るというか、粘性がある感じというか、だからキャストがしやすいんですよね。ウェイトがしっかり乗ってヌンって乗ってピャンって飛ばす感じ、シマノはシャシャっていうシュビンって感じなんですよね。あと実際ブランクスも細いし、シマノの方が、まあグレードが違うから、ね、なんとも言えないですけど。でリールに関してはステラとセルテートですけど、どっちも好き、どっちも好きですが、うん、これは本当にどっちも同じぐらい好き。見た目はステラの方が好きですけど、このステラセルテートのね、この横のプレートの部分の、このエンジン部分のプレートカバーみたいなのを結構好きなんで、セルテート買ったの本当に初代のセルテートぶりですね。あかんですね、釣れんですね。ここの流れにいなければどこについとんねんというぐらいいないから、ちょっと沖を狙うことにします。はい、ということで今日はアラバマやって、シリテンバイブやって、あ、シリコンバイブか、シリコンバイブやって、バクリースピンやって、これやってと、全部ワームシリーズでちょっとせこくやってみましたが、ダメでしたね。そういう感じでちょっと今日はもう時間も時間なので終わりにしたいと思いますが、ですね、頑張っております。もうちょっとね、最近はもう6時台に目覚ましかけてここに来るようにしております。でシーズンがだんだんこうね、夏になるにつれてリバーシーバスって良くなってくると思うんで、もう本当に毎日一匹釣れろっていうわけね、僕も思わないんですが、週に1回でもね、お魚さんを皆さんの前に釣れて、おおやったじゃんみたいなね、俺も頑張ろうみたいな感じになってくれる動画を作れるように頑張るんで、うん、もうちょっとお付き合いくださいね。でその僕の、ね、釣りを見てやってもいいよと、応援してもらってもいいよと思う方はお決まりではあるんですけども、グッドボタンですね、あの 左端の方にあるこういうマークですね、それポチッと押していただくと、僕の動画が全く関係ない人にもおすすめとして動画が上がる可能性があるらしくので、ぜひチャンネル登録とともに、よろしくお願いします。頑張ります、早起き。では現場から七川をお伝えしました。今日は寒くないです、風もないです。でバイトは行きます、失礼します。